嵐枠に危険信号。元メンバー担当番組が迷走中、存在感が徐々に薄まる。ジャニーズ事務所所属のアイドルグループ嵐が活動休止となってから8ヶ月が経過した。休止後はそれぞれピンで活動しており、全員で出演していたテレビ番組嵐に仕上がれ、日本テレビ系、VS 嵐、フジテレビ系、はそれぞれ、櫻井翔の1億3000万人の翔チャンネル、相葉雅紀の VS 魂に引き継がれリニューアルされている。だが、番組開始から早8ヶ月。早くも両番組に限界説が囁かれている。日曜昼にジャニーズ番組が増えたわけ裏側にはあの人気番組の影響か。まずは1億3000万人の翔チャンネル。前番組の嵐に仕上がれは嵐を代表するバラエティ番組として知られ、土曜21時という視聴率激戦区を10年間にわたって守ってきた。1億3000万人の翔チャンネルは櫻井翔が局長となり、視聴者が見てみたい、面白い映像企画を実行してみるというコンセプト。スタッフの大半は嵐に仕上がれから続投しており、番組クオリティは決して低くないものの、企画そのものに新鮮味がなくいまいち爆発力が足りていないのが現状だ。特に櫻井は司会というポジションではあるものの、羽鳥慎一、バイキングの小峠英二、平成の武士拳の吉村崇など芸達者なタレントがキャスティングされているためか、回を重ねるごとに櫻井の存在感が薄くなっている。また、番組全体の人気企画も聴衆力、武藤敬司の楽していける秘湯の旅のように櫻井が全く関わらない企画もあるなど、嵐に仕上がれとは全く別物の番組に変貌してしまった。櫻井ファン以外は積極的に視聴していない状況になっている。残る VS 魂は翔チャンネルよりも悲惨なことになっているようだ。VS 魂は相葉雅紀を中心に藤井流星、ジャニーズ WEST、岸優太、キング&プリンス、ら後輩ジャニーズがレギュラー入り。VS 嵐を引き継ぎ、アトラクションゲームにチャレンジする企画が放送されていた。だが、2021年7月から内容がリニューアル。相葉や後輩ジャニーズがゲストと共に野外でロケをしたり、料理対決をするなど VS 嵐時代の雰囲気が完全に消えてしまったのだ。このリニューアルは番組ファンから不評を買っており完全に迷走している元に戻してほしいといった声が相次いでいる。このままでは早期打ち切りも時間の問題ではないかと思われる。両番組とも、もともと5人いたグループが1人になったのだから多少のパワーダウンは仕方がないかもしれない。だが、人気グループ嵐の黄金時代はすでに昔のこと。今後は1人のタレントとして番組を引っ張っていかないと、大切な番組枠を失うことになりかねないのでは。